後輩ファンの皆さん、今日は久しぶりの後輩会です。 MF ゴーストアニメ化ということで、その特集を今回やってもらいましょうかね。特集っていうほど情報出てないんですよね。2023年にアニメ放送なのは決まってますが、具体的な放送時期も決まってませんし、声優さんが誰なのかとかもわかりませんしね。それでも喋ることはあるやろ。イニシャル D の時はあんだけ喋ってたんやから。いや、そんなに喋ってないでしょ。いや、むっちゃ早口で喋ってたで。イニシャル D は見たけど MF ゴースト見たことないって人もそこそこいると思います。なのでとりあえずあらすじ的な話を先にしていきましょうか。イニシャル D の作者が車を題材にまた漫画を描き始めたってのは知ってる？そうですね。イニシャル D の漫画が完結したのが2013年のことでした。僕がちょうど社会人1年目の時に完結したのを覚えています。今から9年前か。そう思ったら結構昔の漫画やな。連載開始が1995年ですからね。MF ゴーストは2017年から連載開始です。これでも5年前から連載なんや。そう思ったらようやくアニメ化って感じやな。イニシャル D の世界は 1990X 年。これは漫画第1巻の冒頭で書かれてます。なんとか X 年って聞くと真っ先に北斗の拳を思い浮かべる。イニシャル D は一応2年間の物語として書かれている作品なんですよね。なので年代としては新しくても1999年から2001年ってことになります。なるほど。で MF なんたらは何年なん？ここがまずおかしいんです。急にどうしたん？ 1990X 年ということはマックス1999年ということです。さっきも同じこと言うてたやん。1999年から2001年の物語なんやろ？そうです。となると作中で対戦したエボセブンだったり Z33 が出てるのはおかしいんですよ。 Z33 に至っては2002年発売ですから、ゼロの池田が Z33 に乗っているのは変なんです。未来の車に一般人が乗っていることになります。これについては僕も重野先生に対してちょっとガバガバではないですかねと疑問に感じる部分でしたね。やっぱり時系列は守るべきかと。何この子、めちゃくちゃめんどくさい子やん。よし、わかった。早速 MF ゴーストの話を聞こう。 MF ゴーストの世界は 2020X 年にガソリン車が生産中止となり、電気自動車や燃料電池の車が走っている世の中がベースになります。イニシャル D の世界とはつながっていますので、30年ぐらい後の話のイメージですね。なるほどな。実際にガソリンで走る車ってなくなる方向って言われてるもんな。で、富士山が噴火した後の話です。やばすぎやろ。その富士山が爆発したっていう謎の設定が車のレースにおいて重要な。割と重要ですね。主人公は19歳のカナタです。日本人の父とイギリス人の母を持ち、小さい頃からレーシングスクールに通っていました。これがアニメの方のビジュアル？そうですね、公式サイトに出てたやつです。漫画で見るより思った以上に茶髪になったなっていう印象です。主人公が乗る車はトヨタの86、電気型の GT に乗ってますね。やっぱり主人公は86なんや。パチスロで見た86とはだいぶちゃうな。まあ別の車ですからね。主人公のカナタは86ではなく86と呼びます。ちなみに主人公の86は主人公の持ち車ではありません。小さな自動車工場を経営している尾形さんという人の中古の86です。尾形さんは自分でこの86に乗ってレースに出てたんですが、勝てなくてやめました。カナタはイギリスのレーシングスクールで極めて優秀な成績を収めていました。しかし母が他界してしまい、将来を有望視されていたにもかかわらず、イギリスのレース界隈から消えて、行方不明の父親を探すために日本に来ます。元から天才やった系主人公なんや。そこで目をつけたのが日本で行われているガソリン車専門のレースイベント、MFG です。日本で自分の存在を父に知らせるため、MFG に出ることになるんですね。めっちゃ賞金とか出るんですけど、彼方はそんなことはどうでもよくて、父親を探すためにレースに出る。そんな感じです。ってことは最終的にお父さんと再会してレースも優勝する。これで物語は完結するんかな？いえ、13巻でお父さんは亡くなります。バチクソネタバレいくやん。MFG というレースイベント自体はイニシャル D の高橋涼介が考案しましたが、考案者の涼高橋は謎の人物として漫画の中では書かれています。涼高橋ってほぼほぼ名前出てるの？くさ。せめてミスター T とか謎の存在 X とか別の名前がいるやろ。存在 X は別の作品かと。ガソリン車限定ということでハイブリッド車とかも全部禁止です。出場している NSX も元はハイブリッド車ですが、 MFG のためにハイブリッドシステムは撤去してます。世界と逆行していくという小安の強い意志を感じるな。小安さん関係ないですけどね。先ほど説明した富士山の噴火による被災を復興する意味もレースには込められており、最長コースとして走っているので火山灰とかも出てきます。ってことは MFG ってマウント富士山グランプリみたいな。ああ、なるほど。
MF の意味として富士山の可能性はなくはなさそうですね。重野先生のミスリードかもですが、イニシャル D 時代から少なくとも21年、30年近く経っている時代背景ですから、高橋涼介も40代半ばから50代半ばですね。群馬大附属病院でカリスマ外科医やってます。やはり小安ボイスにカリスマは馴染む。ちなみに14巻で結婚することが高橋圭介から明かされていました。ざっくりですけど、イニシャル D と MF ゴーストの違いについてもう少し分かりやすくお伝えしておきます。イニシャル D は峠を舞台として1対1のレースが行われる作品でした。ドリフトするんやろ、知ってるでドリフト。 MFG は峠も走るんですが、市街地も走りますし、有料道路も走ります。こんな感じで一般道でサーキットのようにコースが組み立てられているんですよね。これ芦ノ湖って読む。そもそも何県なのかも知らない。神奈川県ですね。箱根のあたりです。まず決められたコースにエントリーした車とドライバーはタイムアタックします。このタイムアタックで上位15名が決勝ラウンドに上がれるというシステムです。その後上位15台の車はレース方式でバトルする感じです。15台で一斉に走る。レースと同じでタイムが速い人から前でスタートすることができますね。スタートした後は抜いたり抜かれたり駆け引きがあったりします。ってことはイニシャル D がストリートファイター的な戦い、 MF ゴーストはスマブラみたいな感じ。あーそうですね、イメージとしては間違ってないです。あとイニシャル D は国産車ばっかりでしたが、 MF ゴーストは外車がかなり多いです。ベンツ、ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニ、ロータス、アルファロメオ、このあたりがイニシャル D とかなり違いますね。なるほどな。でアニメ化に際してお前が期待することは何なん？あそこのシーンどうなるんかなとか。あーそうですね、イニシャル D もそうですけど、やっぱり車って走るもんですからね。僕はアニメになった方が確実に面白くなると思ってます。確かに車とかスポーツ系もそうやけど、絵が動いてなんぼみたいなとこあるよな。あと新劇場版を作ったところが MF ゴーストを作るみたいなんですよね。なので D タッチを駆使した車の描写が見られると思います。 D タッチって何？そんなん初めて聞いたわ。新劇場版見た方はわかると思いますが、漫画っぽい CG とでも言えばいいのでしょうか。重野先生の絵がこの作品の象徴と制作会社は考えておりまして、原作にあるような車の動きを表す効果線を描いた CG を作りました。これを制作サイドでは D タッチと呼んでいるそうです。なるほどな。原作に近い漫画っぽい CG か。なんかちょっと興味あるな。あとはイニシャル D キャラですね。MF ゴーストにはイニシャル D 自体のキャラクターがめっちゃ出てきます。高橋圭介、いつき、スパイラルの奥山。あと顔は出てませんけど、高橋涼介も当然出てきますし、レース解説役で顔出しなしですが、ゼロの池田、小橋若い、秋山渡る。イニシャル D ファンからしたらおなじみのキャラですが、声優さんがどうなるのかは気になりますね。やっぱり新劇場版で声変わって残念に思ったファンは多かったはずなので。それずっと言うてるよな。でも世代交代なんやから仕方ない部分として受け入れるべきちゃう？わかりますよ、わかるんですけど、なんかね、長年親しんできたんでやはり気になってしまうと言いますか。大人になれよ、世の中仕方ないこともあるねん。仮にイニシャル D のキャラが違う声でも MF ゴーストを楽しむんだ、そんな気持ちでいないと。意地悪なこと言って申し訳ないですが、仮にシンフォギアの声優変わったらどうです？全員違う声になったとしたら。そんなことは起きない、起きてはならない。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。というわけでイニシャル D ファンの皆さん、 MF ゴーストはかなりイニシャル D と密接に関わっている作品です。もし読む機会があったら読んでみてください。多分アニメの方が圧倒的に面白くなりそうな気はしてますが、ちなみにカナタはイギリスで藤原拓海にドラテクを教わってます。前の主人公の弟子って感じか。なかなか熱い展開やん。あとここまでアニメやるのか不明ではあるんですけど、高橋圭介の弟子である諸星瀬名というキャラも漫画では出てます。車は相手の GR スープラの黄色です。高橋圭介って主人公のライバルじゃん。前作のライバルの弟子同士のバトルが今後のメインになっていくってこと？どうですかね。沢渡とかベッケンバウアーも十分ライバルポジションだと思いますけどね。ベッケンバウアー、なんかそんなスポーツ選手いた気がする。多分サッカーだと思いますけど。まああとレースクイーン的立ち位置で MFG エンジェルスっていうのがいまして、このセンターの子が主人公と恋仲になるストーリーもあるんですが、僕的にはあんまり恋愛要素は必要ないと思うタイプなんですよね。重野先生は書きたいんでしょうけど、なんか MF ゴーストってイニディ以上に恋愛要素とか女性の描写が多いんですよ。それが多すぎて僕はちょっと不満です。アニメでは全カットでもいいレベルですが、これは言い過ぎですかね。そろそろカミングアウトするか。一体何の話でしょう。